はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ今回もね、みんなの投稿やっていくんですが、今回はレベルがちげえやつということで、まあ見てもらったら分かると思いますけど、今回一発目に紹介していくのが810万のスネークさんと、その次はドグマリです。いや、ただのドグマリと違って、あの鬼戦闘力高いドグマリということで、今回は近年稀に見る超世界頂点レベルです。あと面白かったら登録とね、高評価お願いします。概要欄から Twitter とね、あの自社チャンネルのフォローお願いします。さあ、810万のスネーク vs ドンキー。まあこれカード的には対戦ね、まあもうゴリラがきつそうな感じですが、まあ、ゴリラ今作あるからな、あるからちょっと分からんけど、で見ていきましょう。さあ、初手90枚810万とマッチングするゴリラはもうね、ただもんじゃねえ。待って、このスネークただもんじゃねえ。待って、あ、なんかもうなんか、なんか体術使うね、このスネーク。なんかおー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 おおおおお、大丈夫。さあ、118%、これもう積んだんじゃね。お、あー積んだわ、さよならじゃあ頑張ってドンキー、頼む、頑張ってくれ。いやでもスネークのいいプレイ見たいけど、うん、いいプレイはしないともいいけど、変に死ぬなドンキー、事故はすんなよお前。さあ頑張れドンキー、スネークも頑張れ。結構ゴリゴリいくな、やっぱり松よりももうゴリゴリ攻めた方がいいのかな、ドンキーっていうのは。まあ当て、攻撃当てやすいしな。今の下妻エロい、エロすぎない、この、え、今の横妻当たらんかったけど、エロいな、ちょっとエロいスネークはモテるよ。サボロは、あ、なんかね、やったかな今の。さあそこまで行きましたか。まあ上から帰ってくるのがなかなかね、スネークのいやらしいところということで、ね、おっと、なんだなんだ、おっと、なんだこれは、戯れが過ぎたか、スネーク殿。そうか、戯れが過ぎました、戯れが過ぎた、世界頂点でした。もう世界一ドン、世界一スネークって呼ぶわ、こういう本質のこと。世界一スネーク、さあこれは阻止いきますけど、なんとジェットコースターのようにいきました。え、そんな感じ、あんなゴクゴクゴクって言ってヒューンって、なんか本当になんかデボドンって感じさあ、あー、大丈夫、これは怖い、これはドンキー下様だ、結構ね、着空したか、目では結構下に広いから、また取ってもおかしなかったよね。おっと、まだいける、おっと、世界一スネーク大丈夫か、これドンキーあるぞ、ごめんごめんごめん、カメラ見せたさあ、あー、ないわ、な、うわ、あるわ、いや、スネーク、いや、ドンキー、ドンキー、どっち、頑張れ、どっちでもいいもん、頑張って、なんかいいプレイを見せてくれ、俺、お、あ、122%、大丈夫かな、おその当て方うまくない、いや、頑張って帰ってこい、お、受け身するか、あー、もう、お目目も飛び出す、蹴りさばき。さあ、こちら、809万のドクターマリオということで、もうドクターマリオで809万は人外です、ほんまに。ドクマリで809万人外でしょ。で、対するはロックマンということで、なんかカラー的にもなんか今までで僕から、ね、紹介した強いロックマンだと思うんですが、マジドックマンの方が上なん、戦闘力。さあ、今までね、あのロックマンがね、うちのチャンネルで強いって言われてましたけど、もう準レギュラーと見ても見るの投稿のね、ロックマンですが、それに対峙するドクマリ、どんな試合を見せてくれるのか。いや、今回はちょっとね、ちょっとマンネリ化してた最近のね、ちょっとシリーズと違っても打って変わって、なんかもう、異色のファイター来ましたよ、これ完全に。ロックマンばっかかよ、このチャンネルって。もう、登録消しますみたいな感じだったのに、ドクマリ、登録しますって。なるよね、絶対これは。さあ、上見して。いや、やっぱドクマリはね、ロックマンと違ってね、手数なくてもね、やっぱ一発一発でかいんでね、やっぱガノみたいな感じで。うん、いいからね。ガノンと違うところはね、やっぱガノンみたいにね、ごついところはごついんだけど、違うところはやっぱりね、小柄やからね、ガノンよりもね、攻撃食らいづらいんですよね。まあ、攻撃当てづらいっていうのもあるんだけど、リーチがないから。でもやっぱ攻撃食らいにくいのがやっぱりいいかもね、という。まあ、復帰弱いからな、これ大きかったらもう積んでますよ。あー、いや、頑張れ、ドクマリ。お、うまい。頑張れ、ドクマリ。来るぞ。俺はやってくると思っとる。うん、戦闘力上やからでね、絶対勝つわけじゃないけど、俺はこのドクマリね、何か秘めてると思う。809万に行くたるゆえんが、やっぱりね、こういうロックマン多分ね、刀ね、多分809万いけねえから、何度もね、こういう修羅場はね、くぐり抜けたはず、この809万、世界一ドクターマリオは。絶対に。ナイス、さっき上様決めていく。エディアって、うん。そんな声じゃなかったけど、上様決めていくと。
ウエスマ結構判定というか持続というかなんか強いよね。なんかその場回避のなんかね無敵時間残せそうで残ってなかったね。タイミングなのかな。マリオと違ってなんかウエスマッシュはルイスと一緒なのかな、分からんけど、その前の方のアイテムもねウエスマッシュ拾いますから、まああのガノンのウエスマって感じかな。だからあの毒マリはやっぱガノンなんですよこいつは。こいつはガノンなんですよね多分ね。大丈夫これ、さあ射撃、あ今の入っとないかな、まあ、入っとってもバーストないかな。毒マリガが 130% から取って他他がねあったら行ったかもしれんが、さあこれは、おおこれ跳ね返りで殺すで、こんなん殺したわ。跳ね返りで殺したぞこいつ、やる、死なない、大丈夫、毒マリはこっからでも帰ってくるんです。帰ってくるんやな。おお、俺も若干怪しかったけどな。さあ、このワンコンボで 29%。つながっとんかな、あの欲求は。わからんけど。上、はい。上、大丈夫、上、はい。上、で、おい、は、いける。おほほ、うまい、今のロックマンうまい。さすがに自分が使ってるね、道具には、やられないと。何今の。さあ、大丈夫かこれ。これはさすがに死んじゃうと。まあ、軽、重くはないからね、毒マリは。さあ、これ、跳ね返すのルーティンじゃん、完全にこれ。ルーティンになっちゃってんやん、これ。おー、いいね。このトルネードはほんまに強いからね、即死コンボあるぐらいから。崖橋でね、掴んでね、あのトルネードを決めれば多分ね、即死はあるんだけど、なかなかね、決めづらいコンボやからね。さあ、もう気がつけば 92%。あるよ、あるよ、これ、毒マリ。やっぱ、こいつ持ってたわ、絶対に。さあ、とどめは何でいくのか。想像もつきません。見当もつきませぬ。さあ、皆さん、とどめは何でしょうか。それとも死ぬのか、毒マリは先に。勝つのロックマンか。どっちかな。あれも若干ロックマンになんか流れてきますけどね。ひたすましでしたー。はい、ということでね、今回こんな感じでしたー。今回、まあ、あの試合中にも言ったけど、ちょっと若干マンネリ化したのかなという、なんか毎回一緒の感じというか、キャラクターもね、ロックマンとか結構被りがちだったけど、まあ、こうやってね、ちょっと、ね、たまたまやけど、毒マリとかね、なかなか石尾くんのキャラが、来たということで、やっぱりね、珍しいキャラの好プレイというかね、強いプレイ見るのおもろいということでね、まああのドデチコとかね、すごい、まあ、強そうやから、よかったらね、ドデチコもね、採用しようと思います。ということで、はい、アリフォンでしたー。はーい、シャッカセキ TV です。今回はちょっと質問じゃなくて、ちょっと尺を自分で稼がしてもらうんけど、ホラーゲーム実況もそろそろしますということで、考えとるのが、普通にホラーゲームやってもいいんですけど、なんかちょっとやっぱちょっと違う分野といろいろ挑戦したいということで、ホラーゲームなんやけどちょっとだからこういうサイコソルジャーのテーマみたいな感じのなんか楽しいなんか激しいなんかわからんけどなんかまあ明るい曲を明るい BGM を流しながらホラーゲームしようかなって。だからホラーゲーム苦手な方だからスマブラしてるからみんなさホラーゲーム得意じゃないと思うからみんなが好きってわけじゃないと思うし、だから、とりあえず誰でも見えるように、ただ怖いシーン来るまでは、穏やかな BGM を流して、怖いシーン来るときには BGM 消すみたいな感じ。逆に怖いかな、それ。逆に怖いんやったら、まあ、それはそれでいいんやけど、どうですか、なんか、例えば、だから、初めのさ、なんか探索する場面、なんかすごい、実際ならすごい静かでさ、なんか、雲のカサカサの音とかさしてさ、不気味なんやけど、もう、ファイヤー。ファイヤーサイコソルジャーって流れとったら流れとったらなんか新しくなんか新しくないなんか BGM でごまかし系ホラーゲーム実況じゃんホラーゲーム苦手ですけど BGM が穏やかなので楽しく見れますみたいなコメントがつくと僕は予想します。どうですかちょっと俺のちょっとこのねさすが実況歴3年の発想力皆さんこれ採用か不採用かちょっとお願いします。ちょっとほんまにちょっとこれ思うと思うけどね、まあ、タイトルには入れやんけどだからいざホラーゲーム実況さ聞かれてみたらなんか穏やかな DJ 流れとるっていう逆に怖いかな逆に怖かったらまあそれはそれでいいと思うけどね。はいということではい、まあ、ちょっとホラーゲーム楽しみにしててください。